海外からの大型客船も寄港する高知新港の高台にできたのがビアレストランサウスホライズンブリューイングです。高知新港を一望できる広々とした店内でクラフトビールを楽しむことができます。そしてこのカウンターの向こうにはビール工場も見えるんですよ。72平方メートルの空間にはおよそ50席が設けられています。看板商品のオールアボードをはじめ3種類のオリジナルビールがあり、6種類まで増やす予定です。また国の内外のさまざまなクラフトビールも楽しめます。早速店自慢のビールをいただきます。うん、すごくこうふくよかな香り、味わいもすごく複雑で、なんかちょっとこうフルーティーな感じもしますね。すごく美味しいです。店ではビールに合う料理も提供。南越産の田島牛で作ったカルパッチョのお味は？最高ですね。豊かなこう赤身のうまみ、それにあの岩塩とチーズの風味が加わってビールがさらに進む美味しさです。もう一つのおすすめが奈半利町産の柚子豚で作った自家製ベーコンのカルボナーラ。肉のうまみたっぷりの濃厚なパスタはビールにぴったりです。この店を運営するのは大阪に本社があり雑貨の販売などを手掛けるチョカス。地域産業の活性化で雇用を増やし高知を元気にしたいと事業を計画し、賛同した県外からの移住者も働いています。併設されているビール工場は9月頃に稼働する予定で、来年にはオール高知のクラフトビールを企画。土佐町で栽培したホップや大麦と四万十川の源流水を仕込み水に使って醸造し、新たなビールを生み出そうと夢も膨らんでいます。客船が来ますので、海外の方はもちろん新しい観光スポットにもなると思いますので、観光客の方、あとは地域に愛されるお店になりたいと一番思っておりますので、こちら自家焙煎でコーヒーも作っておりますので、コーヒーだけでも楽しんでいただける空間になるよう目指してます。サウスホライズンブリューイングは明日オープン。年中無休で午前11時から営業します。